足の悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台東口店の佐伯でございます。本日は2月14日火曜日でございます。本日のご紹介はですね、昨日、お客様がご来店されて、靴をお買い上げいただきましたんですが、その時に、お悩みありますかと聞いたら、足のこのかかとの付け根がですね、痛いということでした。足底腱膜炎だったんですね。でどういう靴を履いてたんですかっていうお話をしたら、半年ぐらい前に靴を買い替えたそうで、その靴が実際足を測ると、24センチと 24.5、 右が24、左が 24.5 センチあったんですけれども、26センチの靴をお買い上げいただいて履いていたそうです。なぜこう大きい靴を履くと、良くないかと申しますと、この屈曲が合わなくなるんですね。実際自分の足とその靴の屈曲の位置が、そうするとまあちぐはぐな位置で曲がってしまうので、結局は足の裏に負担がきて足底腱膜炎になる、そういったこともございます。昨日はしっかり足をお測りしまして、幅が、6位ですね、6位がありましたので、幅をしっかり広い靴を販売して、その根に中敷きを、入れていただきました。足底腱膜炎の場合はここに負担がきますので、インソールでしっかり支えてあげますと非常に楽になります。ここの部分が埋められるんですね、中敷きで。幅に合ったものとインソールで支える、それでも足底腱膜炎は非常に楽になりますので、ぜひですね、足底腱膜炎でお悩みの方いらっしゃいましたら、靴とそして中敷きを見直していただければと思います。皆様のご来店をお待ちしております。